火焔土器。縄文時代中期を代表する縄文式土器の一種です。主に新潟県などから出土し、燃え上がる炎をかたどったかのような形からこのように呼ばれています。我が国ではこの縄文の昔から今日まで様々な焼き物が作られてきました。そうした中から美しい工芸作品も数多く生まれています。京焼き、京都で作られる焼き物はまとめてそう呼ばれます。焼き物の生産地は日本全国に数多くありますが、他の焼き物生産地が独自の地域的な特色を持つのに対して、京焼きは京文化の中で育まれた多様性を持ち、さまざまな技法を使って多彩な焼き物を生み出してきたのが特徴です。そうした京焼きの伝統を受け継ぐ3人の陶芸作家の仕事を見てみましょう。京都市内のひまわり畑。8月下旬、ひまわりは大輪の花を咲かせています。刈り取っているのは陶芸作家の竹村茂雄さん。竹村さんはひまわりの灰で作った釉薬を使って焼き物を作っています。刈り取ったひまわりは一月ほど干した後、焼いて灰にします。竹村さんはひまわりの植え付けから灰作りまで全て自分の手で行っています。地面にこぼれた灰も丁寧に拾い集めます。こういうこと思わずやっぱりするのよね、自分が作ったやつやと。これが、焼いた灰を、水にさらしてアク抜きを何度もした状態のものなんですけれども、これを、乾燥させふるいにかけたものがこちらの、灰です。先日畑で焼いたあんだけのそのひまわりの量でたったこんだけの灰しか、取れないというので、灰というのは非常に貴重な、原料ではあるんです。その灰に一定の割合の長石や石灰石を混ぜて調合します。この調合の仕方によって釉薬の性質が決まります。これがひまわりの灰の釉薬です。素焼きした壺にはけ塗りします。釉薬には鉱物から作るものなどいろいろな種類がありますが、その中でひまわりなど草や木の灰から作る釉薬を灰釉と言います。一切焼いてみないとわからないというのが、灰の実際ですね。同じ温度で溶けてもガラス状に溶ける灰もあれば、粘りのある溶け方もあるし、さらっとした流れる溶け方もありますので、もう千差いろんな種類が、あるのが灰なんですね。ひまわりの灰に関しては調合の仕方、釉薬のかけ方、焼き方を何回も変えて試行錯誤を繰り返し、満足できる焼き上がりになるまでに3年ほどかかったといいます。ひまわりの灰というのは流れ方がこう綺麗な状態の灰ですので、
こう下まで、釜の中で溶けて流れる、状態を作ってやるために、比較的肩のあたりは分厚い目にかけているんですけどもね。焼き上がった壺、ひまわりの花と同じ黄色の釉薬がきれいに流れています。黄色に焼き上がる釉薬は他にもありますが、このひまわりの釉薬とは違う色合いであり、流れ方も異なります。竹村さんのひまわりの釉薬は俳優の焼き物に独自の世界を開いたものとして高く評価されています。竹村さんはひまわりの灰を使うようになってから陶器作りに対する考え方が変わり、作品自体も変わってきたといいます。自分で育てて大きくした灰ですから、大事に使ってやりたいなあという思いというのが非常に強くなりましたですね。それとどうしてやればこの灰の特性を生かしてやれるのかなというふうに、今まで以上にやっぱりそういう思いというのが強くなりました。こう生かしてやりたいという、役ということに対してでも非常に慎重になったのは事実ですね。大事に使ってやりたいというのが形にも、その灰の原料だけでは違って形にも何か現れてくるのかなという。焼き物というのはやっぱり自分のこう気持ちというのがこう出てしまうものかなというのですから、余計に大事な気持ちで作って大事な気持ちで焼いてやるというのを心がけれるようにしてるんですけどもね。